ホンダプリモ店は2006年7月まで存在したホンダの自動車ディーラー網である。旧プリモ店だったホンダカーズ、大阪長堀初期のプリモ店、外観1985年、旧ホンダ店から前年に分割されたクリオ店に続いて設立された小型車のシビックや軽自動車を専売車種としていた。1986年まではシティ、1989年までは アコードも取り扱っていて、後に、この2台は、クリオ店専売車種になった。イメージカラーは赤で、キャッチフレーズは、車が家族になる。であった。もともと、プリモ店は委託販売方式をとっていた時代からの名残で、オートバイ、自転車取り扱い店、マリーン、仙台機取り扱い店、農機具取り扱い店、地元有力者の中小の商店。 企業などを母体とするディーラーが多く、複数の販売店、サービス拠点を持たない単独店が多かった。また、店名に所在地名ではなく、経営者の名字が入っているケースがあった。2006年3月1日にいた系列のクリオ店、ベルの店ともに、全店全社主閉売へと移行し、それまで、プリモ店が独占的に扱っていた、軽自動車型系列でも取り扱われるようになった。 同年7月13日をもって販売網の統一名称ホンダカーズ店へ移行した。すべて3系列併売。ありがとうございます。